福知山市立図書館は、京都府福知山市にある、公共図書館である。福知山市立図書館中央館、三和文館、役の文館、大江文館がある。中央館と三つの文館が設置されている。各館の開館時間、休館日は、以下の通り。中央館土日曜日祝日午前10時午後6時、三和文館、役の文館、大江文館2014年に建設された。 市民交流プラザ福茶間まの1.2階に設置されている。3二4階は生涯学習、修学支援ゾーンで、企境全体がバリアフリーユニバーサルデザインに配慮した、誰もが気軽に集える場所を目指している。館内は白を基調とし、床は緑の絨毯を敷いた、ゆとりある空間を形成している。京都府北部では初めて、 IC タグを利用した自動貸し出し機を導入し、自動化書庫を設置しているほか、Wi-Fi サービスも提供している。自動化書庫は、小学2年生の図書館見学で稼働状況を公開し、まるでジェットコースターに乗っているかのような歓声が上がるほどの人気設備になっている。1階は自動書中心で絵本の増書を充実させていることから、読み聞かせボランティアから評価を得ている。 1>, 1階2階新着本コーナー閲覧席9、三和町内にある三和会館1階に設置されている。旧役の町内にある平屋建ての役の触れ合いプラザ内に設置されている。JR 山陰本線下役の駅から徒歩5分、国道9号沿いにある。館内は木材を多用し、天井から床、初夏に至るまで木材でできている。 返却ポストが開館時間中は見つけにくい特殊な場所にある。焼くのは松本霊児が銀河鉄道39の着想を得た地であることから銀河鉄道39の原画を展示しているほか松本霊児さんと宇宙コーナーを設置している。このほか化石や地質、宇宙と星に関する本の収集を行っている。自動書コーナーには床暖房付きのお話の部屋がある。 旧大江町内にある大江町総合会館1階に設置されている。福知山市は2006年に旧福知山市と天田郡三和町、薬野町、笠郡大江町が合併して発足し、いずれの市長も図書館を設置していたためこれを引き継ぎ、旧福知山市立図書館を福知山市立図書館中央館とし、3町の図書館をその文館と位置づけることにした。 ありがとうございます。